特定するとかって特定できるわけがない。そんなさ、ね、ネットに何もヒントがなくてどうやって特定するの？ちょっと頭の湧いてる人しかいないから。いやー、もうほんとそうですよね。まあ、ということでな。はあ。こいつは親から2000万、リスナーから1000万こじきして全部ギャンブルで飛ばしてる。ね、リスナーから1000万もこじきしてないですし、大体人の勝手にね、人の画像をね、肖像権違反してるあなたに言われたくないです。あ、ふみたろうさんバーガーありがとうございます。あ、りんごさんバーガーありがとうございます。別に人は人なんだからいいじゃないですか。人は人だし、それでも見に来てくれるって人がいればね、別に見てくれればいいだけで。なんで番報告しない？いや、別にやろうとまあできんすけどね。あ、ひろじさんバーガーありがとうございます。まあ、そんなことやったって別にいたちごっこだし、めんどくさいし。別に自分のサムネが使われてると、まあ別にそれ肖像権版で簡単にできるけどさ。やろうと思えばね。いやー。っていうかね、本当にね、マジでね、参りましたね、本当に。いや、あ、ふみたろうさんもバーガーありがとうございます。ありがとうございます。あ、スイーティーさん。ありがとうございます。風船ありがとう。わ、100個来た。わ、来た。あ、スイーティーさん、よく見たら風船100個だ。あー、だまーす。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。震えて眠れとかはあるとは本当ですよね、マジでね。こいつら本当口だけっていうか、正確には口すらね、ネットに声すら出せないような奴らが吠えてるだけですから。弱い犬ほどよく吠えるっつうけど、それですらないですからね。それ以下ですからね。声すらネットに出せない奴らがね、よく言いますよ。顔も出せない、声も出せない、でも特定してやる、どうやって？ あ、ふみたろうさん、風船10個ありがとうございます。あ、ジュジュさん、ハートありがとうございます。ジュジュさん、あ、フォローしときますね。フォローしときます。ありがとうございます。いやー、本当にね、ありがたいですね、マジで。君たちもでも本当でもさ、文句ばっかり言ってないでさ、これがもしこういうシステムが嫌なんだったら、ふわっち潰せばいいじゃん。なんか配信者を潰す前にさ、ふわっち自体を潰そうとは思えないの？もしこういうね、配信者に、こうやってアイテムを投げる、まあ言っちゃえばこれお金みたいなもんなんですけど、こういうのを、投げるとか嫌なんだったら、別にふわっち自体潰せばいいやない。で、個人を潰すのは筋違いですよ。まあでも、ちなみに YouTube もね、来月の頭から始まるらしいですけど、こう投げ銭システム的な。まあ正確には前からあったんだけど、生放送のがね、あるらしいんですけど、今度から始まるらしい。あ、ふみたろうさん、バーガーありがとうございます。投げるのが嫌じゃない。お前が嫌い。じゃあ、見なきゃいいじゃん。あ、春井社長さん、ありがとうございます。だって、なんだかんださ、別に投げてくれる人の勝手だし、ね、こんなやつに投げるなっていうのは別に筋違いですよ。別に、その人たちのお金だから、その人たちがどう使おうが勝手じゃないですか。潰したいんだよ、バカかよ。お前がバカか、お前。じゃあ、お前潰してやろうか、逆に。俺のサムネ使ってるから、お前潰してやろうか。お前は俺のこと潰せないけど、俺、お前の少なくともそのアカウント傷つけることはできるよ。俺の顔勝手にね、使ってるわけですから。やってみろ。あ、じゃあやりましょうか。あ、熊田さん、ハートありがとうございます。ふわっちってのはね、コメントするにはね、アカウントが必要なんですけど、アカウントってね、傷つくとちょっとめんどくさいんですよ。これって、スマホの、スマホでこう、なんかこう、スマホとこう、なんかね、結びついてるっていうか、紐付けされてるんで、それがなんかバンとかになると、もうその、例えばコメントバンとかになって、一生バンとかになると、もう、携帯変えないと一生コメントできないですから。あ、
あ、もろなしさん、バーガーありがとうございます。まあ多分1回ぐらいサムネの番じゃ多分何もなんない。まあ多分数週間の番とかで終わると思うけど。あ、ジュジュさん、ハートありがとうございます。あ、ふみたろうさん、ふみさんありがとうございます。いや、ほんとそうですよね、マジでね。いや、ほんと、しょうもないですよ。あ、ふみたろうさんも風船10個ありがとうございます。あ、おりんごさん、バーガーありがとうございます。いや、でも、なんだかんだありがたいよね。放送開けたら、こんなに、たくさんの方がね、アイデアもいただけてね。あ、これ延長しましょうか。チケットちょうど残ってたんでね。あ、むだしさんもバーガーありがとうございます。ありがとうございます。あ、ひろじさんもバーガーありがとうございます。ありがたい、マジで。いやー、本当ありがたいね、マジで。つか、本当にさ、なんでこんな引き悪いんだろう、マジで。なんでパチンコとかするとさ、こんなに引きが悪いんですかね。まあ、本当、ね、今まですっごいね、薄いとこばっか引けてたんですけど、急に引けなくなった。もう確率なんてこんなもんだよな。いや、ジャグラーとかね、打っててつまんないよね。いや、打ってたけどさ。あ、ふみたろうさん、バーガーありがとうございます。ジャグラーとかさ、打ってて辛くないっすか？マジで。YouTube から、あ、どうも。あ、サコッピさん、風船10個ありがとうございます。フォローしてた。ありがとうございます。いやー、本当にね、本当にね、なんとかね、なんとか乗り切りたいよ、本当に。あ、ふみたろうさん、バーガーありがとう、ありがとう。ジャグレン、いや、ほんとね、レンチャンしてるときぐらいは多少面白いけど、毎回毎回ね、きつくないっすか？なんか、つまんないよね、あんなの。ただ光ればいいだけっていう。しかも光ってさ、一番いいビッグボーナスですら300枚ぐらいですよ。6000っすかね、10日で。20スローの。で、しかもまた、その6000円を引くために、またさ、回してるのにまた減ってさ、それの繰り返しよ。きついよな。ジャグラーとか。あんな打っててつまんない台ってそうそうないと思うよ、マジで。最近ジャグラー俺打たなくなったな。てか、設定あんま狙ってないな、最近。アマデジゴスラ打たないの。いや、打ちますよ。スロット、何です？儲けになりますかってどういうことですか？あ、朝太郎さん。あ、バーガーありがとうございます。あ、青リムさんもバーガーありがとう。ありがとうございます。この間、ゴッド引いて3800枚で換金6万5千円で、投資3万5千円。ゴッド引いて3万貸しとか。いや、全然いいじゃないですか。全然いいじゃないですか。なんかさ、なんだろう、ゴッドにみんな夢持ってる人いるけど、別に、そんな別にさ、あれだよね。期待値的に3000枚近くありますよね。凱旋とかの。まあ、機種によって微妙に違うんですけど、凱旋とかで確か3000枚近くあるぐらいだよね。だから10日で言ったら、1回引いた時の期待値が6万ないくらいですよね。しかも、引くまでに金かかるしさ。ニンニクキュウリさん、封鎖ありがとうございます。ふみたろうさん、バーガーありがとうございます。ニンニクキュウリさん、封鎖ありがとうございます。いや、そうなんですよ。
まあ。